して誠にありがとうございます。私上映作品プログラミングをしております、たくみと申します。本日司会進行を務めさせていただきます、よろしくお願いいたします。ゲストの皆さん、どうぞステージへお越しください。ご本人にお願いしましたら、初めに話を聞いてください。ガジェルさん、最初の俳優です、山田有紗さん、誘導です。そして日本に主演したスターティングオーバーから主役の七役を演じました秋月美香さん、七の恋人役を演じまして遠藤仁奈さん、そして石原隆監督です。皆さん、ご来場ありがとうございます。よろしくお願いします。それでは改めまして、お一人ずつまずご挨拶の言葉をいただければと思いますので、まずスターティングオーバーの石原監督から一言いただいてもよろしいでしょうか。こんばんは。こんばんは。観客としてちょっと何年前か忘れちゃったんですけど、ロイエ監督のスプリングフィーバーっていう僕の大好きな映画があって、まあ、見に来たんですね。でこの映画を作ろうと思った時に参加できたらいいなと思ってたんで、今回第24回となる素晴らしいなと思います。参加できて嬉しいです。ありがとうございました。はい、こんばんは。マリー役を演じさせていただきました遠藤仁奈です。私は正直まだ存じ上げていなくて、この映画さんのことを今回の上映が決まって初めて知って、こういう機会で上映させていただけることは本当に何より私の中ではすごく嬉しいことなので、本当にありがたく思います。よろしくお願いします。こんばんは、秋月美香です。7役を演じました。今日は、台風なのに皆さんのお時間をくださって、スターティングオーバーを選んでくださって本当に感謝しています。ありがとうございます。ここからは赤木になりますね。赤木です。主演の生田てるさんお願いします。はい、生田てるです。本日はですね、外も雨止んでるのかな、私が来た時はまだ降っていたんですけど、足元の悪い中こんなにたくさんの方々にですね、作品見ていただけてすごく嬉しいです。はい、これから喋ります。よろしくお願いします。赤切れで、母親役をやらせていただきました柳田アリスです。今回このような素晴らしい映画祭に参加できまして、たくさんの方に見ていただきまして、感激しております。ありがとうございます。はい、赤切れ監督の犬堂です。僕は昨年カミングアウトという作品でこちらの舞台に立たせていただいたんですけど、2年連続でこうやってたくさんの人にこの映画祭で見ていただけることを本当に光栄に思います。ありがとうございます。カミングアウトはものすごい各局のお客さんがたくさん来ていまして、今日もたくさん来ていますね。ありがとうございます。本当にここからちょっと私からそれぞれに質問を私からさせていただければと思いますので、じゃあまず最初秋月さんに聞こうかなと思います。秋月さんはもちろん今皆さんご覧いただいたので、本当にこうこの隣の遠藤さんとラブラブなレズビアンカップルすごく体当たりで演技していただいたんですが、実際もなんか本気で好きになっちゃってるのかなぐらいの勢いで私は見たんですね。実際本気で好きになってますよあれは。だから院前にっていうかお話をいただいた時に、なんか特別なものというこのソーレズビアンということが特別なことってまず思ってみましたよね。でも本当はすごく純粋なもので、もう撮影中は本当に毎日遠藤さんのことを思ってツイッター見たりブログ見たり何をこの子と遊んでるのみたいな、もう嫉妬したりみたいな感じだったんですけど、でも本当にそれがもう遠藤さんのおかげで、もう目の奥までもう大好きだっていう思いが伝えられたので本当に感謝しています。
皆さんもそれ伝わってましたよね。ですよね。はい、ありがとうございます。はい、遠藤さんもその熱い思いを受けて撮影中はときめいたりはしていたんでしょうか。でも本当に全く同じで、もうなんか3日なのか7なのかみたいなぐらい、もうずっと何ですかね、その回ってない間でもずっと2人で過ごしてましたし、あとこの撮影自体も結構長い期間をかけてちょっとずつやっていたので、なんか1ヶ月に撮る量がすごく少なくて、なんか会えない期間が長いんですよ。1ヶ月また来月まだ会えないみたいな、長いと思って会うたんびになんかもうミカーってなってました。本気でなってました。もうなんか好きだったよね、本当に好きだった、好きでした、好きですけど今も。本当季節もね、なんか春も最後桜通りましたけど、季節感も長く取られる感じでしたね。すごい美しかったですよね。じゃあ会えない期間も思いがどんどん募っていくような感じだったんですね。うん、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと、西原監督にもちょっとお伺いしたいんですが、撮影のきっかけがなんか元カノだったっていう話をちょっと聞いて、元カノがどうしてここにつながるのかなっていうのがちょっと気になるんですけれども。ですね。はい。手短に話しますけれども、25歳ぐらいの時に、まあ、結構いろんなところで喋ってるんですけど、まあ、付き合ってた女の子から1年ぶりに、まあ、メールが来たんですね。で、まあ、なんか久しぶりに会わないみたいな。で、まあ、僕はその時も、まあ、なんかまあ好きだったんで、その女の子が、まあ、メール来たと思って、おっと思って、まあ、渋谷のカフェにまあ行ったわけですね。そしたらその、まあ、その子がいて、その子の隣にあの女の子がいたんですよ。で、あれ友達なんで3人みたいな感じだったんですけど、ね、よく話を聞いたら、その子、あの僕が付き合った女の子は僕と別れた後に今女の子と付き合ってるっていう、その今付き合ってる女の子が来てたんです。で、その時にまあ言ってくれたんですね、僕に、まあ、バイセクシャルだったっていう。で、まあそれは別にまあ驚きとかはなかったんですけど、なんかその2人の顔がすごいなんか幸せそうだったんですよ。なんか僕といる時よりも幸せな そう、それがね、でもすごく良かったんです。僕なんか見れて、彼女のその顔を、はい、で、そういうなんか、なんていうんですかね、お互いを信じ合ってる二人の顔、二人の女性っていうか、二人の人間ですよね。そういう関係性を取りたいなと思って、脚本を書き始めたっていう、それが機会だったんですね。それで実際この二人もキャスティングされて、実際そういう映像が撮れた。そうですね。一番最初の打ち合わせの時に、多分秋月さんのマネージャーさんだと思うんですけど、なんかこの話は、まあ、女の子と女の子が好きって話だけど、まあ、その女の子と女の子とかそういうの関係なくて、人が人を好きになる話だよねっていうことを言っていて、このマネージャーさんいいこと言うなと思って、そんなことがありました。はい、ありがとうございます。では、その今度はそのバイセクシャルの話が出ましたけども、こちらはテーマが、まあ、皆さん見ていただいたので分かると思うんですけど、選択ポイントはこちらがバイセクシャルの子が主人公で、また同じように母親と葛藤があったりとか思春期の悩みっていう作品になるんですけど、じゃあその生田照さん、ちょっとエピソードとしてちょっと面白いエピソードを聞いたんですが、撮影中のキスを100回ぐらいさせられたっていうのを聞いて、100回ってどういうことっていうのを思ったんですが。それですね。いや、多分皆さんもすごい前のことだからあんまり覚えてないと思うんですけど、本当に冒頭のシーンで、こう金魚がね、こうやっていて、後ろでこう私が男の人とチューしてるシーンがあるんですけど、あれ別に合成してないので、本当に金魚がこうカメラの前をこういい感じに通るときに後ろでチューしてあげてるんですよ。なので、こう金魚がこう来て、あ、来るんじゃないか、来るんじゃないかって時に、監督が、今、チューして、チューしてってなるんですよ。あ、わかりました、チューしてです。でも、金魚が、あ、もうちょっと時、ヒューンっていうのが、2時間ぐらいですか?2時間ぐらい続いたんですよね、その撮影が。ってことで、累計100回ぐらいは本当に、男性とね、私、チューしてるんですけど。疲れた5秒ぐらいでしたよ。そうですね、使われてたのも、多分覚えてないですよ、ほとんどの人が。ほとんどの人が覚えてないんですけど、すごいいいシーンだったんでね。そうです
もう一回見てほしいぐらいです。はい、楽しいんだけども、そういう結構ニコニコっとしてますけど、結構現場で見ると鬼のような、なんかこうこだわりがあるんですかね。鬼で大丈夫ですか？あ、大丈夫ですか？わかりました。柳田さん、その母親役として途中でもパシッとこう、はい、娘に平手をくらわすみたいなシーンもありましたけど、はい、実際そういう監督の演出の熱いところを聞いて、はい、実際撮影現場でも実際この娘のとか、はい、娘のそういうシーンとかも現場にいたりはしたんですけど、皆さん、はい、ちょうどその金魚のシーンを撮ってる間ずっと2時間私は待たされていまして、実際出てませんからね、その瞬間、はい、出てないんですけど、普通き、お天気を待つの、天気待ちって映画では言うんですけど、監督が降りてきて、すいません、金魚待ちでしたっていうのが違うんですね。本当にこだわりのある監督、で監督、こだわった作品を皆さんに見ていただいて、はい、いかがですか？はい、はい、今この感じだと僕は金魚にしかこだわってないいやいや、そんなことないですよ、はい、本当にオープニング、自分で脚本書いて、コンテ書くまでの自分がいかに甘かったと、現場に入った時に金魚の動きをちょっと見て、すごく本当にお二人、まあ、あとキスされてた男性、今日出演者の方、皆さん会場来ていただいてるんですけど、本当に大変ご迷惑をおかけしましたが、いい作品、つかみのオープニングのシーンだったので、まあ、満足な、本当にあと10分もう撮って金魚がうまくいかなかったらもう監督は諦めようみたいな雰囲気が周りめっちゃ出てたんですけど、本当にラスト3分ぐらいで最後いい動きをしていただいて、金魚をやってくれたんですね、はいはい、ただまあもっと全体でいろいろ語りたい部分はあるんですが、まあ、そこは大切な部分だったんですけど、はい、もう終われという指示が来ているので、はい、ありがとうございます。そこでごめんなさい。ちょっとこれで終わるまでなので、最後にもう一回西原監督からまたちょっと次回作とか、例えばなんか私は思うんですけど、このお二人の続きとかね、なんか続編とかなんかないのかなとか、もし仮にまたお二人もオファーが来たらやってくれるのかなとか、なんかちょっと思ったりするんですが、秋月さん、またオファーが来たら、秋月さんもいろいろチャレンジしてますけど、これって自主映画なんですよ。そうですね、はい、なんかどっかから依頼されたのを撮ったわけじゃなくて、全部僕の貯金撮った映画なんですね。で、普段はテレビのドキュメンタリーの仕事を主にやってるんですけど、はい、仕事がない土日とかに集まって半年かけて撮ったっていう映画なんです。だからまず出ていただいた2人にまず本当にありがとうございましたって言いたいのと、あとキャストのみんな、スタッフのみんなにも本当にありがとうございましたって言いたいなって思います。こんだけ集まってくれたのって多分、はい、今日9回目なんですけど、この映画が、はい、初めてなんで、あ、本当ですか。もうちょっと今、元気もらったなって、よかったですね。おしゃれでございます。ありがとうございます。じゃあちょっとお時間をいたします。はい、頑張ります。ありがとうございます。頑張っていただければと思います。以上、東京の赤嶺の世界中大学大学大学に進んでいただきます。皆さん、本当どうもありがとうございました。明後日まで酒屋さんが続いてますので、どうぞ一歩でもお酒をご覧いただければと思います。本日ありがとうございました。東京ボーダーレス TV